はい、こんにちは。1月8日、改正です。あと2日ぐらいでまたストームが来るらしいので、せっせと選択しています。ジュディ・ヘブンリーさんの2023年予知予測の続き。今回はアメリカについての予知予測を和訳して紹介します。彼女のウェブサイトへのリンクはディスクリプションに貼っておきます。早速内容に行きます。合衆国の経済は減速するでしょう。 連邦準備制度がインフレ対策として利率を上げた結果不動産市場が下がり失業率も増えるからですもしもアメリカでリセッション景気後退があるとすれば2023年半ばから後半にかけておきそれほどひどくはならないでしょう2023年末にはアメリカの経済は徐々に普通に戻っていきます 連邦準備制度が急激に利率を大幅に上げたことによってドルの価値が再び強くなり他の通貨に対して記録的最高値をつけます2023年後半にはインフレ圧力が和らぎ対米ドルに対してその他の世界経済も改善していきます近々上院が選挙人票の数え方に関する法律を見直すかもしれません 春の終わり頃に株式市場も回復するかもしれませんが経済が素早く回復しなければ株はまた下がってしまうでしょうしかしもしもインフレが和らぐ場合には連邦準備制度が利率を下げ株式市場もそれなりに回復しますジョー・バイデン大統領は大統領を辞めませんが健康問題に悩みハリス副大統領が彼の仕事の代行をするようになります バイデン大統領は共和党とも力を合わせようとするものの、順調に安定するにはあと2年かかります。バイデンは学生ローンの解決策をおそらく見出し、アメリカ第一、そしてこの国は COVID ・パンデミックから力強く回復したという共和党の叫びに賛同します。下院では共和党の予算が制限されます。 バイ,デンバイデン政権は手頃な価格の住宅の供給を増やしたいと考えていて州や市町村のインセンティブや都市計画の法律を変えたり家族向けの国の融資の改善を推し進めたりします。民主党は アメリカに長年不法滞在している人たちが市民権を取れる道を作ることでラティーノたちラテンアメリカから来た人たちの投票基盤を修復しようとししますしかし民主党が民主党が中央アメリカやベネズエラから国境を越えてアメリカに入ってくる新しい移民にも市民権と投票権を与えると国境沿いにある州からの抵抗を受けるでしょう。メキシコとの国境には 国境警備隊やカメラが増えアメリカ政府は国境から誰でも入れないようにして合法的に就業させ仕事に就かせ監視のもと移民が故郷の家族を援助するために送金できるようなフランクリン・ルーズベルトの1950年のブラセロプログラムを復活させる可能性があります。 アメリカの選挙グリッドは2023年さらに信頼性を問われることになります大統領選にドナルド・トランプ元大統領がもし出馬するのだとしたら競合するのはフロリダ知事のデサンティスバージニア州知事のグレン・ヨーキンまたは中道路線のニッキヘイリーとなります2023年は トランプと共和党にとって大変難しい年になり大統領選には別の候補者を選ぶことになりそうですトランプの大統領選への出馬は健康問題から1年以内に取り下げられることになりますロン・デサンティス知事が2024年の大統領選に共和党から出馬するかもしれませんイーロン・マスクがデサンティスを支持し 自分も将来的にに政治に関与すす。る足掛かりりを作りますジョー・バイデン大統領は2023年末に向けて出馬するのかどうかはっきりしろというプレッシャーにさらされて大統領選に出馬する可能性があります副大統領カマラ・ハリスが民主党の支援のもと仕事大統領の仕事を代行することが増えますカリフォルニア州知事ギャビン・ニューサムまたは ピート・バッチギエグミシェル・オバマが2024年大統領選の候補者に上がりますもしもバイデンが立候補しない場合副大統領候補には軍の経験者例えばペトレイヤス陸軍大将のような人を立てようとするでしょうバイデン政権は海外で 海外での採掘プロジェクトにさらに資金を投入して、アメリカ国内で見つけることが難しいウラニウムなどの鉱石を手に入れようとします。アメリカ国内では道路を走る車が減って、自転車や歩行者に道を譲ることになり、車がない街が出現します。車を所有しない人たちのための新しい街がデザインされ、歩いて買い物とかビジネスを行うことができるようになります。 将来ヒューストンには自転車パークができますニューヨークロサンゼルスサンフランシスコシカゴでは犯罪率が高くなり有名なブランドの店舗が閉鎖されますアメリカ国内で大規模な銃撃が続いてより多くの州で殺傷能力の高い銃が禁止されるようになります 上院では18歳から25歳の若年層に銃を売らない法律を作ろうという議論がなされるでしょう2023年郵便局は従業員の給料を増やしますクリプトカレンシーはアメリカで新しい規制ができ他の国もこのセクターの混乱状態を何とかしようとしイギリスでは2023年にこの新しい規制が施行されます 世界中で食料品の価格が高騰、食料不足になりますこれはウクライナでの戦争だけが理由ではなく水不足で収穫量が減ることが大きな原因です軍用機の需要が増え飛行機産業が強くなりますデイライトセービングタイムを通年で使おうという法案が通過しますアメリカでのデジタル通貨はもうすぐ パイロットプログラム、民間の研究員によって効果紙幣の代わりにデジタル通貨を大衆に与えるようになっていきます。AI 技術がより使われるようになり、従業員たちの能率が上がり、効率が良くなります。働く人間に AI が取って代わるというよりは、仕事の能率・効率が良くなって、たくさんの新しい仕事が作り出されるでしょう。 IRS 国税局はコインのプラットフォームから顧客の情報を得るデジタル通貨導入の可能性を探り大企業への監査にも集中します NASA は水を探すために月にローバーを着陸させ将来的にはこの水を掘ってロケットの燃料として使って月に行くようになります以上です えー、お,まけおまけなんですけど下世話で申し訳ないんですがこのジュディさん鑑定の値段をちょっと見てみました初回は15分で75ドル電話またはスカイプで30分125ドル45分だと175ドル1時間だと225ドル彼女のオフィスに行って対面だと1時間で275ドルなんだそうです これを高いと見るのか安いと見るのかはあなた次第。あ、あとですね、デビットカードの形で届いたカリフォルニア州のガソリン給付金、夫が銀行に行って、やっとのことで二度に分けて口座に入金してきました。あともう一つ、皆さん、ハローフロームロングビーチっていう単語で検索したことありますか私、昨日してみたんですよでびっくりしました。なんか いいろんな商品に紐付けらられていますだから私の名前で検索するとなんか商品のページにたどり着いたりするでここではっきりとお断りさせていただきたいんですが私とは何の関係もないです私はネットで物を売ったりアフィリエイトをしたりとか全くないです皆無ですで私の名前で検索してたどり着く商品は私とは赤の他人 もう何の関係もないのでよろしくお願いします。あと、もしもそれをやっている人たち、もしもこれ聞いていたら、どうぞやめてください。というわけで、stay safe, stay healthy.